米沢オフィスアルカディアの企業誘致や市の産業振興をテーマにした意見交換会が昨日米沢市役所で開かれました。市では平成16年からオフィスアルカディアへの企業誘致促進を目的とした応援会を立ち上げ、大学、企業、銀行など各分野の有識者を招いた意見交換会を毎年開いてきました。八幡原工業団地は分譲率 100%、 またオフィスアルカディアも 86% を超える分譲率となり、一定の成果を上げたことから応援会での意見交換は今回が最後となり、有識者7人と中川市長をはじめ担当部局の職員など7人が出席しました。はじめに市の担当者から令和3年から令和7年までを期間とする第3期米沢市工業振興計画の概要が説明された後、意見を交わしました。有識者からは全国のさまざまなビジネスモデルの具体例や工業振興のアイデアなどが出されたほか、人口減少対策として大学では先端技術で世界で活躍する人材とは別に、地域に根ざしたベンチャーを目指す人材を地域と一緒に育てていかなければ人材は残らない、大学の改革が必要という意見も出されました。このほかにも企業のデジタル化に対応するための DX デジタルトランスフォーメーションについてなど、市の産業発展のため活発な意見が交わされていました。米沢市国際交流員の辞令交付式が昨日市役所で行われ、シンガポール出身のデニース・オン・リーウェイさんに辞令書が手渡されました。米沢市では地域の国際化を図ろうと平成7年から国際交流員を受け入れています。産業部観光課に勤務を11代目となった今回は、アメリカ出身のトリート・シューベルトさんとシンガポール出身のデニース・オン・リーウェイさんの2人が着任しました。昨日は新型コロナの影響で来日が遅れたデニースさんへの辞令交付式が行われたものです。デニースさんはシンガポール出身の24歳、シンガポール国立大学を卒業後、秋田県にある公立国際教養大学に留学し、オンライン授業で日本語を学びました。中川市長は米沢の良さ魅力を海外に発信していってほしいと話し、期待を寄せていました。デニースさんは観光課に配属され、外国人の観光客の誘客に関わる仕事や翻訳業務を行っていくということです。続いては特集です。趣味で仏像などを作り続けている川西町の遠藤三郎さん、その作品はプロの職人顔負けの立派なもので、周りの人たちからとても素晴らしいと評判なんだそうです。なぜ彫刻を彫り続けているのか、遠藤さんの人柄に迫りました。この木造彫刻は川西町の遠藤三郎さん75歳が彫ったものです。米沢市出身の彫刻家、桜井雄一の作品を参考に彫ったということですが、本物と見間違うほどの出来栄えです。この頭の鈴、いや黒さのこれ養蜂作小学期でもほらこれこれ、はいはい、なかなかこれ、いやいや、これこんな高がこれだけども、はい、図書でなとあんないやな、これな。遠藤さんは20年ほど前から趣味で能面を彫り始め、今は仏像などを彫っています。長年大工として働いていたこともあって、数十本ののみを自在に使い分け、細かい部分も丁寧に仕上げていきます。人間っていうのは時々その
こういうとこ見てしまうんだな、俺ってな。案外、うん、できないかもしれないの分かってんだけども、できないことをやってみたいのが自分なんですね、うん、米沢市の仏師佐藤清芳さんからアドバイスをもらったということですが、ほとんど自己流で掘っているということです。店の世界っていうのはどう掘るかわからないんですね。自分でもわからない。ただホッティングでだんだん掘られるなとこういう感じがある。ところが途中でわかんなくなる。どう掘っていいかわからなくなる。その時は少し休んで、よしと思って今度は、夢中になって、掘れば掘るほど、なんか良くなってくるもんだから、そう掘りたくなってくる。また次へと、また次と。でだんだんこう、なんて言うんだろう、自分には難しいようなものをどんどん掘りたくなる。遠藤さんの自宅には、他にも仏像や仁王像など、緻密で繊細な作品が多数飾られています。一体作るのに1年もかかったものもあるそうです。彫刻に対しても、人間もそうなんだけど、人生もやっぱり追求していけばいくほど掘りたくなる。やっぱり良くしたい、良くしたい、良くしたいと、こうだんだんと階段上がるように、やっぱりいつまでもこういう、掘ってみたいなと思う。だから人間ってのはなんか掘れば掘るほど分かんなくなってくるんだよな。分かんなくなっても、なんかいつか成功する可能性がある。だから完成ってないと思う。掘れば掘るほど完成が遠くなるんだから。だからいつ完成だか自分には分からない。日本の伝統文化や独自の美を追求する遠藤さんは、日本庭園や盆栽、茶道にも傾倒しています。盆栽は日本最大の盆栽店、国風盆栽店に出品し、入選した経歴を持っています。最近のそのこういうことに対してよ、やる人が非常に少なくなったもんで、俺も無償で教えてあげますからよ、みんな集まってこういったものを、伝統文化を少しでも感じて見に来てもらって、そのまた体験もしてもらったり、いろんなことをこれから企画していきたいなと。だから皆さんに、この機会に、たくさんの方によ、そういう愛好家を増やしていきたいなと思って。遠藤さんは75年の人生の集大成として、9月3日と4日、自宅で展示会を開きます。今まで制作した仏像や木彫り、能面のほか、盆栽や茶道具など、遠藤さんの思い出がたくさん詰まった品々が展示されます。日本の美を独自の視点で追求した遠藤さんの作品の数々。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。では次です。任期満了に伴う米沢市公平委員会委員の辞令交付式が今日市役所で行われました。公平委員会委員の辞令を受けたのは米沢市東の渡辺節子さんです。公平委員会は公務員の不利益処分の申し立てについての採決や苦情処理を行う公務員の権利と利益を保護するための機関です。渡辺さんは平成18年3月まで小学校の教員を務め、平成26年から公平委員会委員を務めていて、今回が3期目となります。中川市長は
家庭や仕事場以外で職員の悩みを聞いてくれる場所になってもらえたらありがたいと述べると、渡辺さんは市職員からの審査請求があった場合に備えて、今後も公平な判断ができるように勉強していきたいと3期目に際しての意気込みを述べました。さまざまな骨董品が並ぶ米沢のみの市が今、米沢市桜木町のギャラリーパセオで開かれています。ギャラリーパセオでは、大切にされてきたものや懐かしいものなど、大小さまざまな骨董品を多くの人に楽しんでもらおうと、毎年お盆の時期に合わせて米沢のみの市と題した骨董市を開いています。会場には江戸末期から昭和にかけて作られた陶磁器や茶道具、漆器や絵画など合わせておよそ300点が並んでいて、すべて購入することができます。このうち茶碗は色や形の異なる一点物が並び、中でも16世紀から17世紀に朝鮮半島で作られたキーラボと呼ばれる茶碗を忠実に再現した作品など、めぼしいものばかりです。また今回はチャリティー入札のコーナーも設けられ、収益金の一部が慈善団体を通して寄付されるということです。チャリティー入札のコーナーには、米沢藩出身の幕末の志士雲井達夫の書や、米沢市出身の昭和のコメディアン伴淳三郎の父で画家の鈴木蘭外の掛け軸などのほか、放浪画家として有名な山下清の直筆の色紙など貴重な品々が並び、訪れた人は一つ一つじっくりと眺めていました。米沢のみの市は23日火曜日まで開かれていて、米沢市のプレミアム付き商品券愛の商品券2022の電子商品券も使用できるということです。